Hello everyone and welcome back to Celtic Curse Gaming, it's myself Dick and today we are going through with our playthrough of Yakuza. Well, so far we've had mystery, intrigue, suspense and unusually vigorous karaoke. So we've got to head to an office and then we'll head in that direction. But let's take a wander around first, let's explore this beautiful slice of Tokyo. See if we can bring up some side quests. As usual, as soon as I start recording, I get blasted by messages. Sick people. Ah, I thought I muted that as well. Ooh, wait, I guess it. Oh, what's going on here? Rapey Japanese, huh? Who'd have thought it? Intervene. The smoothest line to intervene with, but okay. Long lumber, huh? Dig it. Platinum plate, I can pawn that shit for money. But before we carry on, I might go and do that just now, because I need some of that sweet, sweet dollar dollar. Hey, come on, guys, we just did this. There was a whole thing a minute ago. Well, that was unnecessarily cruel. I was thinking maybe like, you know, like a head dunk or I don't know, maybe a chokehold. I wasn't expecting a whatever that was. Punch up finish. Oh mate, I bumped into you. Chill. Why is there three homies after me because I bumped into them? Yeah.
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。1,000,000 yen for a plate. Let's see what skills I can get in the other stands. That looks kind of handy. Oh, it's only selling quality materials. Wow, really, Kira? My fat ass can run faster than that. I'll follow than that.早かったな。Nishiki's like, thank God. I've been watching this guy noisily eat noodles for hours. すいません、カシマキさん。大手間かけさせるような真似しちまって。あの。どうもありがとう。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久瀬の話に出た空の一つもだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。
柏木さんは詳しくご存知なんですか。ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだ。それが殻の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな、厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億、たった一坪の土地が。ああ、殻の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クズはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、分からねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが殻の一坪手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てない。あのおやすさんが破門。破門された極道の末路は言わなくても分かるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親父さんも波紋にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つも後回した。俺はおやすさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってね。一人でけじめつけるって
何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件、とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど、今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつって、あいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ、錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ、キリュウ。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら、俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな、バカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。Yeah, let's see what we're up to now. So we have to go and, oh, well, that's handy, just over here. And somehow I don't think this is going to end very well, but we're going to do it anyway. I think this is one of these, like, long action scenes. Oh boy.自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。
いい車乗って肩で風切って周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。ほらよ、いつだったか、おやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じこと思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は？堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか？ああ。すまなかったな錦、お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ、せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キ。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんだよ。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極度舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ今。現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。ああ、
縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞ、こら。よ、考え直せ、キー。今なら全部水直してやる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。それしかお前に生きる道はねえんだから。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうか。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことか。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのに。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるって思うよ。ほら。寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？We can take him because there's only fucking 30 of them. We got this. Teme, Aniki Bun, you got the Nanshir. Aniki Bun, that. Oramo, Konokumino Ningen Jane. Anta Saki saw it as the. Kagat the Gunu Antara no Katraga.こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらしてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きておらんとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。Okay, here we go. Whoa, I'm not that many of them. Okay,
ser muy rápido en la guerra. Es muy lindo. I've left me in a room with a fuckload of things to do. Let's fucking get out of here. Again? Yeah.
tackle? God damn it. Stepping this guy's throat or something because he's gonna come back. Whew! Perfect. I've actually got tons of cash for some abilities, so let's pop some abilities and hope that they save my bacon. Okay, I feel more ready to run. Let's go. Oh, so you guys all went for this at the same time? Yeah, again. Oh shit, you've got a tantrum. Yeah.
on the ass kicking. Okay, hopefully they'll come back from that. なんか切るだけあってなかなかやるな。おめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。Gonna be honest, I don't think I've got health plus, but we're gonna rock it. Let's do it. Well, I got my ass handed to me, like I say. Not enough health, let's give that one another try. I definitely think that I can't box him. He's a better boxer, he's got a lot more movements, and he has some wicked counterattacks. I've got to fight dirty for this. Yeah.
discuss. Kiryu, teme wa. Kept his glasses on during that entire bout. Kimino with aviator sunglasses, you have to respect that man. てたんじゃねえのかクゼ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そのこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟合わぬ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえらクゼ、これ以上無様晒す気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。
うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つもで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。おい、堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめだから、てめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうぞ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。
キリュウ、カズマさん。There we are, and that's us completed the first chapter, Bound by Oath, and I feel that that is an excellent place to leave off. So I'm going to stop the recording here and catch us next time around for more intrigue, excitement and vigorous karaoke, as well as unusually loud noodle slurping. That was strangely off-putting in what was otherwise a really tense scene. Anyway, thank you very much for joining me, guys. It's been Dick from Celtic Calls Gaming, and I'll see you next time. Ta-da.